はい、どうも、橋本チャンネルです。ベース飛鳥さんでーす。よろしくお願いします。お願いします、はい、今回はですね、スパイク検証ということで、やっていこうと思います。お願いします。いいですね。お願いします。現在、スパイクと言いますと、はい、まず大きく分けて、金属系とポイント系があります。そして、紐とベルトがあります。確かに。はい、で、まあ、その中でメーカーで、いろんな種類出てるじゃないですか。出てますね。はい、で、自分が今履いてるのが、アディダス、Z、GS、この3つなんですよ。で、今回は、各メーカーのスパイクを集めて、どう違いがあるのか。なるほど。の、金属編。金属編。はい、やっていこうと思います。おい。で、今回、3つのメーカーのスパイクを準備しました。しました。それが、こちら。というわけで今回は、アディダス、ミズノ、アシックス。なるほど。この3つを持ってきました。なるほど。では、塚田さん、軽く説明の方をお願いします。開封していきましょう。はい、まずこちら、アディダス。はい。来ましたね。はい。こちら、アディゼロシリーズですね。アディゼロシリーズ。はい。まあ結構、アディダスの、まあ定番というか、はい、のもので、こちら、ベルトタイプ。ベルトですね。はい。ベルト3本。で、金属ですね。はい、こういう感じです。アディダスの金属って、はい、確か2種類ぐらいありますよね。ああそうですね。ここがちょっと多分形が違うんですよ。配置が違ったりするんですね。この外についてるのはい、これで3本で 1,2,3,4,5,6,7 7本。はい、全部で10本ですね。はい、こちらがアディダス。アディダス、まあ1万円ぐらいの定番のモデルですね。はいはい。そしてい続いてこちら、はい、こちらミズノプライムバディということで、はい、こちらは紐タイプ。紐タイプですね。はい、はい、で金属、ちょっと刃の数は少なめですね。前の方が少ないですね。はい、後ろは3本ですね。後ろ3本で、これもプライムバディシリーズは結構あの定番のタイプの人気のあるモデルですね。はい、これ1万円ぐらいですか。1万円ぐらいですね。はい、はい、では次行きましょう。はい、3つ目こちらアシックス。はい、ドーン。こちらはこちらゴールドステージです。出ましたね。で白スパ、白スパで紐ですね。はい、紐でこれ全部通ってますね。ここ確かに全通し。はい、で2本、後ろ2本で 1,2,3,4,5,6 6本。はい、でこれゴールドステージなんで金額が一番高いですね。なるほど。っていうことは最上級ですね。はい、ちょっとここだけ諸事情によりちょっとアシックスの1万円ではなく、はい、まあ、2万超えのやつということでランクが高いんでね。はい、まあそこら辺もどう変わってくるのかというので今回はアディダス、ミズノ、アシックスのこの3つで走り比べをしていこうかなと思います。はい、ではこの三塁ベースのチェックから走っていきます。まずは乱収ですか。まず乱収でいきます。私はトレ収で、トレ収で参ります。はい、じゃあ1本目いきます。はい、乱収。はい、あのボールを投げてもらってボールが落ちたのでスタートスタート。はい、 OK、 終わります。早い、めちゃめちゃ早い、マジでめっちゃ早い。 4.1 ぴったり。お願いします。よーしよーし、結構早いな。4.34。 よっしゃー。はい、続きましてアディダスのアディゼロっすね。これは履いた感じベルトなんですけどフィット感は結構強めです。結構履いた感じのフィット感強くて刃が結構多いのでしっかり噛むなという印象があります。おお、なるほど。はい、次アディダスいきます。よいしょ。おお、4.13 です。はい、でも私こちらアディダスのスパイクでございます。さっきのトレシューがねアディダスだったんでもう本当にそれに歯が生えたみたいな感じですね。こちらで結構ベルトタイプなんでこう自分のねフィット感に設定できるんでそこもいいですね。で結構甲が甲部分が薄めなんで甲高の方は 0.5 ワンサイズぐらいアップの方がいいかなと思います。スタッフさん、はい、スタッフさん今33秒です。うわあ、分かってた。始まってた。もうボールポンってやってたんですか。はあ。お願いします。さあ頑張れ、頑張れ。よっしゃー。さあ頑張れ、頑張れ。よっしゃー。来た。めっちゃ遅くなった。なんでだろう。俺がね手動で一人でやってるから誤差は多分結構あると思います。4.49。トレシューよりもちょっと落ちたね。全然ない。多分。でもすごいね、走りやすかったですよ。全然足にこうピタッとはまってるんですごい蹴れてる感じがあったんですけどね。はい、続きましてミズノということでこのシリーズ自分実は1回履いたことあるんですけど履いた感じのフィット感としては強すぎないフィット感かなっていうふうに思います。で結構ソールは履いた感じなんですけど柔らかい感じで、これ底が
結構こう曲がるんですよね、乱視みたいに。ここが曲がりやすくなってるんで、これ新品なんですけど意外と馴染むの早いかなっていう感じになります。行きましょう。お、4.19。 はい、ミズノなんですけど、さっきのアディダスに比べるとフィット感はちょっと弱いっていうか、圧迫されすぎてない感じはあります。で、走った時のブレーキ最後かけるんですけど、足が痛くならないかなっていうふうに思いました。なのでアディダスよりも足には優しいのがこのミズノかなっていうふうに思います。歯の数もちょっと減ってるっていうのも関係するかなと思います。はい、私ミズノプライムバディ行ってみたいと思います。だいぶこれね軽い感じがするんで、これタイム上がる感じますよ。でも前でねしっかり蹴れそうな感じあるんでね、これタイム上がると思います。はい、お願いします。頑張れよっしゃ、いいフォーム、よっしゃ。4.34。 これシューと同じ、本当これ軽くて走りやすかったです。はいはい、続きましてラストですね、アシックスゴールドステージの、ゴールドステージ来た、はい、金額でも一番高いので結果が期待できます。最上級ブランドです。最上級です。そこまでどうなるのか。履き心地はどうですか。履き心地はさっきの最初のアディダスよりも底が近い。なるほどなるほど、薄めかなって感じですね。ほー、ホールド感はこっちの方がないです。なるほど、ピタッと来てないですね。はい、乱臭のような感じはこっちの方が強いです。ほー、お願いします。ちょっと早くなりました。4.07。 1個目のアディダスよりも地面に近い感じしますね。ああ、なるほどね。そのソールがちょっと薄いというか、乱臭に近い感じはこっちの方が強いです。軽いです、軽いです。さすが23,000。23,000は違うと、やはり。はい、それではゴールドステージに行きます。さあ、一番高いですよ。高いやつ、これね、なるほど、なんか全体的に薄めな感じします。全体的に薄めな感じしますね。このきつすぎずいい感じに包んでくれる感じがある。結構これ乱臭に近いですよね。確かにいい感じのこうで、この歯が下の歯2本なんですけど全然違和感ないですね。ああ、さあ行きましょう。行きましょう。はい、よー、頑張れ、ラスト。よー、さあ頑張れ、ラスト。よっしゃー。一番早いじゃん。一番早いかもしれない。来た。一番かな。来た。4.27。おお、4.27。はい、というわけでお疲れ様でした。ありがとうございました。ナイスラン。ナイスラン。塚田さんにも頑張ってもらったんですけど、はい、頑張りました。合計4つですね、乱臭とスパイク3つ、はい、走ってタイムはこんな感じです。こんな感じですね。はい、けど今回ゆうやさんに手動でやってもらってるんですよ。なのでぶっちゃけちょっと誤差はあると思うんで、まず履いた感想を話していきます。はい、試合で履くならと練習で履くならっていうのを発表してもらいます。なるほどなるほど。はい、これちょっとタイムは別でいきましょう。履いた感想として、履いた感想でいきます。 OK です。全然自分違いましたね。あ、本当ですか。3つ、あのスパイク3つで。なるほどなるほど。はい、試合で履くなら、はい、アシックスです。ゴールドステージ。ゴールドステージ。私もゴールドステージです。ゴールドステージ試合はこれ理由言わせてもらいます。はい、まずこの3つだったら、はい、まあ、金額が高いってのもあるんですけど、うん、一番乱臭に近かった、うん、なるほど。自分の中では感覚が、うん、フィット感が程よかった。緩すぎず圧迫しすぎず、うん、走った感じと走った後とかいろいろ見た時に、はい、まあ、アシックスが一番試合に向いてるかなっていうのが自分の感想です。うんうん、なるほど。はい、まあ、自分も結構似てるんですけど、フィット感が良かったですね。その包み込むような程よい、まあ、軽さもあって、あと個人的に歯が2本っていうのが意外と良かった気がしましたね。軽くサクサクこう動ける感じがあったんで、まあ試合用かなと。なるほど。はい、ちょっとこれサイズは全部 26.5 でやってるんですよ。なのでサイズ上げたらとか下げたら、はい、ちょっと変わりはあるかもしれないんですけど、確かにちょっとそういうのじゃないんですよ自分の場合は。なるほどなるほど。アディアス横から来てたんで、はいはいはい、アディアスの場合は横から圧迫されてたんで、うん、そこの違いで話してます。なるほど。次練習で、練習、はい、自分は水野ですね。どうですか。同じです。同じですか。練習水野。これじゃあ理由いきます。はい、ソールがちょっと曲がるんですよ。はいはい、なので練習ってやっぱたくさん動くじゃないですか、はい、試合よりも。なのでソールが柔らかいことによって疲労軽減になってくるんじゃないかなと思いました。はい、で自分試合でもアディダス実際に履いてるんですけど、はいはい、あの歯のタイプじゃないのがもう一個あるんですよ。ああ、なるほど。このタイプっていうんですかね、この画像のやつ、はいはい、ちょっと歯が少ないの。ああ、はいはいはい、これはめっちゃ好きなんですよ。うん、なるほど。はい、なのでちょっとアディダス今回は落選っていう感じになります。今日は塚瀬さんどうでしょう。自分はやっぱ履いた感じの軽さとかフィット感が一
番良かったかな。履いた時にすごく軽く感じて、すごい動きやすい感じもあったんで、これ練習用だったらいいかなっていう気がしましたね。なるほど。さっきアディダスの話あったんですけど、はい、細めですよね。アディダスは細めですね。ちょっと自分もちょっと甲が圧迫されてる感じがあったんで、はい、足が縦に細い人っていうんですかね、の人はアディダスいいかもしれないですね。そうですね。ですのでやっぱりスパイクも同じサイズでも差が出ますので、はい、ぜひ試足一回お店で履いてから購入するといいかなと思います。同じものを買うときはいいんですけど、そうですね、確かにちょっとリニューアルしたときとかに一回履いてからの方が確実かなと。そうですね。メーカーによってもやっぱり大きさ微妙にこう違うんで。そうですよね、はい、そこが今回のポイントにかなり重要かなというふうに思います、はい、そんな感じで実は金属のスパイクでの検証を塚田さんと一緒に走って実際に行いました。はい、ぜひ皆さんの履いてるスパイクのコメント、うん、あ、そうですね、はい、お願いしたい。はい、あと金属かとかブロックかとか、はい、ポイントかも教えてほしいですね。確かに。メーカーもお願いします。お願いします。はい、はい、というわけでまた面白い企画がありましたらやっていきますので、チェックの方よろしくお願いします。ベイちゃんのリンクは概要欄からチェックしてみてください。はい、お願いします。それでは今日のチャンネルは以上です。オーリッシュ。2020年12月オリジナルブランドを立ち上げました。こちら GS グローブ、内野手用と外野手用が販売されております。そしてこちらは GS スパイク、2つとも動画の概要欄からチェックできますので、チェックの方よろしくお願いします。そして今回のプレゼント企画です。今回はこちら GS グローブと GS スパイクのセミオーダーのセットになります。こちら GS グローブは外野手用のバランス型、スパイクは当選者の方に選んでもらう形になります。 GS グローブ2020年の12月に販売したとしまして、この第1弾が青ラベルとオレンジのグラブとなってますので、こちらを1名様にプレゼントします。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。イオリッシュ。